こんばんは、パーソナリティの小林弁紀です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。今日は1月9日です。はい、成人の日ですね。そうですよね。はい、まあ、あの毎年それに当たるので、ここで新成人の皆さんに、はいはい、メッセージをいただきます。はい、あの新成人の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。18歳から、はい、あの成人というふうになりましたので、私の時はあの20歳からでしたけれども。私の時もです。あ、そうですね。はい、ということなんですが、まあ、早くからあの成人になるということは、まあ、早くからあの社会に責任を持つということになりますけど、まあ、今どんどん、ね、スポーツの世界も含めて、若くして活躍する人が本当にたくさん出てきてますから、あのあんまり年齢が関係ない時代にあのなったんだというふうに思ってます。なので、あの若いからといって臆する必要はなく、やりたいことをチャレンジしたいことにですね、どんどん前向きにあのチャレンジしてもらいたいなというふうに何より思ってます。でそういうチャレンジが、まあ、やりやすい社会を私は作りたいというふうに思っていまして、そしてあのこの福山を中心にですね、やっぱり地方に必要なのは私はダイバーシティだと思ってですね、やっぱり多様な意見とか多様な目線が地域を盛り上げることができると。なので古くからあるしきたりとか知恵、まあ、これも大事ですけども、やっぱり新しい観点ってすごく大事だと思うんですね。そういう意味であの今福山でもいろいろ活動している中でも、学生の皆さんと一緒にやってみるとですね、全然新しい景色が見える。でむしろ年齢を重ねている大人の方がですね、気づかされていることってすごく多いんですね、というふうにあのみんな捉えてますから、あの決して年齢が若いとか、経験が少ないからといって臆するんではなく、ぜひ積極的なあの意見をしたりとかアクションを起こしてほしい、まあ、そんな成人にあのなっていただけると嬉しいなというふうに思っています。はい、そして人には3つ大切なことがあるって小林さんよく言われますよね。はい、あの読書と、はい、旅と、あ、人本旅ですね。人本旅、ね、はい、はい、なんかなかなかこう将来の夢が見つからないっていう相談をいただくときですね、提案するのは人本旅と、まあ、やっぱり多くの人に会ってみるとですね、こんな人になりたいなっていう人がやっぱり見つかると、うん、自分自身がですね、努力ができたりとか道が開けるっていうのがあると思います。で本っていうのは人にたくさん会うって実はすごく時間と労力がかかるんですけども、はい、本ってその書いた人のですね、人生とか知恵がものすごくギュッと集約されているので、この本をたくさん読むと、まあ、人に会うよりもコスト低くたくさんの経験を積むことができると。で3つ目は旅ですね。これやっぱり普段見ている景色とは違う景色を見に行くっていうのはすごく大事だと思ってまして、これはあの海外に行こうとか国内旅行をしようということではなくて、普段自分が行き来をしている場所や行き来をしている環境ではないところにあえて足を踏み入れてみようということをあの旅と言ってます。そういうふうに違う視点を持つことがですね、また自分の目線を広げて、キャリアをこう見せることにつながったりとか、新しいモチベーションを得たりということができると思いますので、ぜひあの何か道が見つからないな、自分これでいいのかなと思ったら、この人本旅ですね、どれかにこう触れていくということをお勧めしたいなと思ってます。はい、そして年末に、はい、仕事で旅をされました。あ、そうですね。久しぶりに海外に出張しまして、タイとベトナムに、約4日間の弾丸ツアーだったんですけども、はい、で今回はあの政府系の関係者にはもう全く会わずに、広島福山中心に、タイベトナムに工場を展開されている企業の、工場の現場を、複数視察をさせていただきました。まずあの ASEAN 地域、このタイベトナム中心にアジアの地域ですね、やっぱりこの成長の活力っていうのはものすごく肌で感じましたね。もう人がいっぱい、バイクいっぱいで、お店もお客さんがいっぱい、で町中土地の開発が今進んでるところっていうことで、もう活気がものすごい。コロナはどうだったんですか？はい、あのコロナについては、まだですね、タイベトナムの方々マスクをあのしてます。もう外してもいいよっていう状況になってるんですけども、まあ、ほこりも外多いということもあってか、あのマスクはまだされてる方多いですけれども、でもあのコロナを気にして活動自粛するっていう状況はほとんどもうなくなっていますね。でも本当に今製造業がですね、まあ、中国やロシアのリスクがあって国内に戻ってくるっていう動きが増えてきているので、まあ、日本としては新しいチャンスだと思ってるんですが、まあ、それを見据える上で海外の現場が、まあ、どんなことになっているかっていうのを見てきたんですけども、
昔の感覚だとやっぱり日本で作れない安いものを安い労働力でタイとかベトナムで作るっていうイメージがあって、今もかなり日本の経営層の方々はそう思ってるんですけども、現場の工場を運営している皆さんと話をするともう全然その感覚じゃないですね。そうですか、はい、むしろその感覚でやってると ASEAN の国々の人たちからはやっぱりそっぽ向かれると、やっぱり対等にビジネスをして対等に一緒に協力して一緒に成長したいんだと、で何だったら人材ももっと交流したいというふうに思っているし、その現場の工場とむしろ海外のグローバル企業がもう直接研究開発をやられたり、なのでもう日本の本社通してないという状態も出てきているんですね。そういう意味ではやっぱりこう今日本でですね、この会社をやっている方々で現地に出している方々、ちょっとイメージを変える必要が、意識改革ですね、はい、あるなというふうに思いました。ただチャンスもすごくあると思ってまして、やっぱりなんか福山の企業さんもビジネス広げようとするとこう東京を目指したりするんですけど、もう東京行く必要ないですね。むしろ先に海外都市行った方が全然成長の市場があるので、日本の食とかサービス業ってすごくやっぱ価値高いですし、建設業もそうなんですね、技術高いですから、東京行くよりはもう全然アジアに直接出てくっていうマーケットを見ていくっていうのはこれからチャンスがあると思いますので、まあ、こういうのをですね、まあ、官民で連携しながら、今までは大企業が行くって多かったんですけども、むしろ地域の中堅中小企業がアジアのマーケットを取りに行くっていうのを一緒にやれたらとても成長の余地があるんじゃないかなというふうに思いました。はい、でもね、新成人の人もね、あ、自分で実用化になるのよって言われる方はどうぞ参考になさってください。そうですね、はい、あと福山の企業面白いのは、はい、いきなり海外行けるところなんですよね。東京の大企業行くとやっぱり5年10年経ってみたいな感じなんですけど、福山の中堅中小企業だともう1年目2年目から海外行けちゃうと、これはすごい面白いことだと思いますね。いや、福山っていいとこですよね。いや、いいとこですよ。そういう魅力もあるんだっていうのも伝わるといいなと思います。そうですよね、はい、さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は講和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデートーク、今夜はカフェ&サロンスマイルロロオーナーの渡辺武さんをお迎えしています。渡辺さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで渡辺さん、カフェ&サロンスマイルロロのオーナーということなんですが、はい、名刺をいただいたら株式会社天童というふうになってると、はい、この天童ってもともと何の会社？建設業ですね。あ、建設業、はい、太陽光は全般にやってらっしゃる、はい、全国的に、ね、そうですね、はい、お仕事されてるってことなんですが、はい、なぜにこの建設業から今回のカフェ&サロンをやろうっていうことになったんですか。まあ、サロンの方は、はい、私どものスタッフの一人が、まあ、昔から夢だったということで、はい、ありまして、はい、でもう一個の方の、カフェの方ですね、はい、それも、まあ、僕のおじいさんの方が戦後から、食堂をやってまして、はい、まあ、いつかは外食産業の方に、外食産業といいますか、うん、まあ、来て笑っていただける商売がしたいなと思いまして、はいはい、ちょっとやらせてもらいました。なるほど、はい、じゃあスタッフの方の夢と、はい、そして渡辺さんの夢、はい、両方を実現するということでオープンした、はい、ちなみにこのロロっていう名前はどういう意味があるんですか。まあ、天童、まあ、天童、はい、1010、はい、で英語でロロロロロロ、あ、そんな感じです。数字を1010で並べて、はい、これ見た目確かにアルファベットにすると、はい、LOLO になる、はい、でロロなんです。そうですね、はい、シンプルですね。はい、もうシンプルザベストです。わかりやすい、わ、はい、かりやすいです。はい、だけどこのカフェ&サロンっていうことで、はい、カフェとサロンが一緒になってるんですか。はい、そうです。どういうお店になるんですか、これって。どういうお店、まあ、はい、サロンの方に来ていただくお客様も、はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、どのお店に入ったかわからないというか、はい、どう一体になってる。そうですね、はい、はいはい、喫茶店に行ってるんだけれども、はい、実はサロンも利用しているっていうので。そうですね、はい、なるほど。ちなみにサロンって何ができるサロンなんですか。今のところ、はい、まあ、男女の脱毛と、うん、あとは顔の光フェイシャルと、はい、バストアップとか、はい、そういったもの。あ、結構幅広いですね。まあ、そうそう、脱毛も。脱毛も、はい。あ、じゃあ男性のヒゲ脱毛とかもできるんですか。
できますね、はい。あ、いいっすね。オープンでちょっと立ちますけれども、はい。まあ男性の方が多いかなと。ああ、そうなんですね。そうですね、はい。へえ、今多いですね。男性と、まあ高校生とか、はい、中学生が、はい。びっくりするほど、へえ、いますね、はい。ヒゲですか？ヒゲと足ですね。あ、すね毛とかの。すね毛と脇と。はい。はい。なんか今流行ってるみたいで。はい、メンズ脱毛流行ってますね。そうですね、はい。でもこれ、ということは表カフェなんで、はい、なんかサロンに行ってるって感じも分かんないってことですか、実は。うん、そうですね、はい。まあ、どっちに入ってるか分からない。分かんないっていう。そうですね、はい。そこもなんか、面白いとこですね。ちょっと恥ずかしがり屋の人は、はい、いいかなと。そうですね。そんな感じですね。そこも一応、ちゃんと狙って作って。いや、全く狙ってなかった。全く狙ってなかったんですか、はい、やりたいことが2つ重なって。重なって、結果的に。結果的に、まあ、結果オーライです。結果オーライって、はい、そうなんだ、はい。ちなみになんか、サロンって、はい、脱毛ってちょっとこう値段がどれぐらいするのかなって、わかんないんですけど、はい、いくらぐらいのものですか？ちょっと。バーツが少ないところとかっていうんだったら、もう数千円からになっていましたし。そうですね、1回が。そうですね。まあ、だんだん結構お手軽ですね。そうですね。広くなると、はい、あれもこれもそれもになると、プラスアルファみたいな感じですけども。はい、じゃあかなりこう手軽にやり始めて選べるっていう、はい、メニューになったんですね、まあ、僕らの地域になかったもので、はい、まあ、ちょっと皆さんにちょっとそういうのを提案できたらなと思いまして、はい、あ、じゃあ沼熊エリアだと初めて、初めてだと思います、はい、おー、すごいですね、はい、まあ、だからこう今まで関心あったけどなかなか行けなかった人が今、はい、来てる、来てくれてます、はい、ということなんですね、はい、一方でカフェのメニューはなんかどんな、はい、今模索中で、はい、いいですね、はい、なんかこんなお店にしたいなってありますか、ね、イメージ。バイカーズ風、はい、バイカーズ風風です、風です、はい、別にバイカーズじゃなくても、はい、もちろんこれそうですね、バイカーズ風で、はい、渡辺さんいいっすね、そうですいいっすね、その感じがいいっすね、あくまで風です、風です、はい、風です、はい、今はカフェはこれからなんですけれども、はい、あの夜のバー、はい、はい、おしゃれに言えばバーっておっしゃってましたけど、そうですね、バーが開いていて、はい、そこでみんながちょっと集えるそうですよ、夜ね。そうです、あの地元の方でちょっとそういう、はい、その集いの場があまりなかったもので、はい、ちょっとこう若い人、まあ、中堅の人たちが、まあ、皆さんなんですけど、はい、まあ、ちょっと集まってみんなでちょっとワッとできるところ、はいはい、できたらなと思います、何人ぐらいこう入れるんですか。集客が一応28人、はいはい、あ、じゃあ結構大きい団体でワッと来て、そうですね、はい、ね、貸し切ってみんなでワッと飲むみたいなこともできちゃうわけですね、はいはい、そうです、あ、いいですね、はい、確かにあの辺なかなか飲める場所ってない、ね、遅くまでないですもん ね、はい、お昼のね定食食べたりとかっていう場所はありましたけど、はいはい、あの辺って勝手に言ってましたけど、あの場所をちょっと教えていただくと、はい、あそこの草深の広銀、はい、あれ千歳支店ですかね。そうです、千歳支店のすぐ近くですね、はい、すぐ横ですよね、はい、というわけであの辺本当にねお店いっぱいあるんですけど、はい、お昼のイメージが多かったんですが、はい、夜飲めるということで、ちなみにもともとおじいさんが、はい、あの飲食店定食屋さんやってたと、はい、おじいさんとおばあさん、はい、それはどこでやられたんですか。内海町の方で。あ、内海で、はい、じゃあ生まれ育ちも内海ですか。はい、内海町は。そうです、ね、それであの名刺も本店は内海町ということになっているんですね、はい、そうです、はい、これこだわりの、こだわりです、はい、うん、そうです、ね、さっきあの沼熊内海エリアって言ったら内海沼熊エリアです、そう、はい、こだわりのこれも内海、はい、が先だと、はい、沼熊です、すいませんだからやっぱり内海で生まれ育ったらね、はい、内海が先だということなんだと思うんですけど、はい、でも内海で生まれ育った渡辺さんからして、はい、内海の魅力って何ですか。まあ、青い海、はい、綺麗な、まあ、空、うん、最高ですよ ね、 そうですね、あれだけで最高ですね、はいはい、あの橋渡ると全然なんか違う空気流れてますもんね、はい、ちょっとなんか時間がこうゆっくりのような、うん、はい、気がします、はい、しますね、はい、あそこなんかまたさらにもう一段階レベル上げられそうな可能性がありますよね、はい、よろしくお願いします。頑張りましょうよ。でも横島もね、あの漁港の前がマリーナが整備されて、はい、そうですね、すごい人の流れがこう変わったなっていう感じがしますね、はい、よくなりましたし、はい、ありがとうございます。牡蠣の養殖も始めて、そうですね、はい、最近ですね、ね、ああいう新しい仕事もできてっていう感じなので、はい、なんか次これやってみたいなってあります？内海で。
宇都宮で、はい、もう夢でいいと思いますけど。夢ですか。はい、まあ、ちょっとこう考えてるのがあるんですけど、はいはい、なんですか、なんですか。また今度というか、また今度ですか、はい、まだ言えない感じ。そうですね、はい、なるほど。ちょっとぜひ楽しみにしますから、はい、もうちょっとあのじゃあ、はい、言える段階だったら教えてください、はい、一緒にちょっと宇都宮やりたいですね、はい、ちょっと観光の方でちょっとおちょっとちょっとだけこう考えてること、はい、いいですね。ぜひじゃあやりましょう。気になりますね。ねではちょっとこの辺りでブレイクです。渡辺さんのリクエスト曲をお送りします。ドリームズカムトゥルーで愛してるのサイン、私たちの未来予想図をこそ。今夜はカフェ&サロンスマイルロロオーナーの渡辺武さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、あのサロンの方はなんか2月の途中まで結構お得な、はい、そうですね、はい、プランがあるんですね。割引と言いますか、はい、はい、なんか脱毛の各メニューが先着10名、はい、モニターか。そうですね、はい、でこれ10名が埋まっても、はい、みんな 20% オフ。そうですね、はい、ということで、はい、さっきあのちょっと間にスマホで調べたら、はい、1回各メニュー2000円ぐらいからですね、はい、安いっすね。2、3000円から、2、3000円から6000円ぐらいと、はい、確かにこれだと中学生とか高校生とかも、はい、ちょっとやってみようって言ったらちょっとお小遣い貯めたらできちゃいますもんね。そうですね、はい、あ、やっぱ中学生高校生が来る時代になったっていうのは、はい、感覚が違ってきてるっていうのを感じますね、はい、感じます。はい、ね、ちなみに渡辺さんもちょっと脱毛ってやってみたんですか。やりました。どこどこやってみたんですか。ひげと腕ですかね、はいはい、どうですかやってみて。ちょっと生え方が違うのと生えてきても、まあ、今まだ2回しかやってないんですけど、こう柔らかいと言いますか、はいはい、変わってきたなと。そうですよね、なんかだんだん薄くなってくるっていうのと、はい、そうですね、はい、毛が柔らかくなってくるんですぐ剃りやすくなる。そうですね、はい、言いますよね、はい、本当に。じゃあおすすめですか、やっぱりやってみると。まあ、その好きな人はですね、はい、まあ、やっぱりこうヒゲが好きな人もいますから、何とも言いませんけど、僕はまあ剃るのが面倒くさいから、はい、まあ、これいいなと思って、うん、ちょっと今やってます。まあ、朝夕楽ですよね。そうですね、はい、ね、はい、ということで。ちなみにあの場所と営業時間と定休日をちゃんと聞いてませんでした、はい、というわけで、はい、場所はそのヒロインの千歳支店のすぐ近くと、はい、そうですね、はい、いうことなんですけども、はい、営業時間は何時から何時から。平日がですね、はい、10時から19時まで、はい、で土日だけが10時から、16時ですね、はい、まあ、昼の部が、はい、で定休日が月曜日と、月曜日定休日と、はい、ということで、それ以外は営業してますので、はい、そうです。でさっきおっしゃってた、まだカフェはお昼オープンしてないんですけど、夜のバーは、はい、夜のバーは、20時から、12時までですね、はい、結構遅くまでやってますね、はい、日曜日と月曜日が休みにしてます。休みで、はい、その時は渡辺オーナーがいるんですか、バーに。まあ、いたりなかったり。いたりなかったり、はい、それは交互期待で、交互期待で、はい、じゃあ事前に聞かずに来てくださいということですかね、はい、これ貸し切りとかできるんですか。できますね、まあ、そのさっきの、まあ、定休日も あったんですけど、まあ、事前予約がありましたら、はい、店の方開けるように、うん、まあ、要相談ということで、はいはい、あの柔軟に対応していきますんで、よろしくお願いします。いいですね、はい、でもやっぱり私結構これからの地域に大事なことって、はい、何より一番やっぱエンタメじゃないかなって思うんですよ、はい、みんなが集まって面白い場所、はい、これがモールだけじゃなくて、はい、夜騒げるとか、はい、なんかフェスっぽいことができる、音楽が鳴らせるとか、はいはい、なんかそういう場所ってすごく大事だなと思ってるんだけど、はい、そういう意味ではこの沼熊の地域にこういう夜遅くまで飲めるバーができたってのは私結構価値あるんじゃないかなと思うんですけど、実際やってみて手応えどうですか。いや、若い子からの、はい、声が、ちょっと飲みながらカラオケで歌えるところが、まあ、できたらいいなということで、はい、まあ、だったら夜も営業しようかということで、まあ、やり始めたんですけど、あ、まあ、いろいろね、あの近くの人から、まあ、福山の方からも来てくださって、はい、まあ、いろいろ、まあ、僕は楽しんでます。あ、いいですね、はいはい、まあ、やってる人が楽しいってのが一番いいですね、はい、それ伝わっていきますから、はい、そういう意味ではもともと昼だけの予定だったんですか。カフェ中心で。そうです、はい、バーはあんまりやるつもりなかった。なかったです。その周り の, あの居酒屋さんとかが、はいはい、やってくれたらいいのになということで、へえ、まあ、やろうかみたいな感じで。あ、そうですか、はい、始まりました。それいいですね、どんどんあの意見を取り入れていっちゃうっていう。そうです、はい、もう良かったらやります、まあ、地域の人がもう、まあ、みんなが楽しんでもらえたら、うん、はい、その思いがすごい強いのが伝わってきますね、うん、はい、ぜひ、なので、はい、まずは今後サロンが
盛り上がりながら、はい、夜はバーで、はい、企画が定まってきたらまたカフェもそうですねオープンしますということで、バイカーズ風がバイカーズ風カフェが、はい、はい、バイカーじゃなくてもそうですね、はい、はい、バイカーズ風で、ね、自転車でも来れる、そうですね、はい、いいカフェができるのを楽しみにしてますが、はい、ありがとうございます。最後ぜひあのリスナーの皆さんに何か一言いただけたらと思います。まあ、気さくにあのみんなこう笑顔で帰っていただける店をこうあの想像してあの経営してますんで、はい、皆さんこう気楽に寄っていただけたらなと思ってます。はい、はい、というわけでカフェ&サロンスマイルロロということで、はい、検索していただくと、はい、あの出てきますので、はい、ぜひ皆さん気軽に寄ってくださいということで、はい、うまくメディアはますます楽しい場所なので楽しみにしますので、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストはカフェ&サロンスマイルロロオーナーの渡辺武さんでした。楽しみですね。そうですね。ね。はい。なんか若い人たちの声を吸い上げてみたいなので、はい。そこにやっぱり若い人たちが集ってくるっていうのはいいですよね。いいと思いますね。はい、で、今政府でもあのデジタル田園都市構想って言って、やっぱり地域にこうデジタルも使って便利にって言ってるんですけども、それをやる上で一番重要なのは、やっぱり一定多様な人たちが定期的に集まる場所。っていうのはすごく重要だよねって我々考えてるんですね。で集まっていろいろ話し始めるといろんな知恵が出てきて、また新しいプロジェクトやってみようよとかですね、地域のためにこんなことやってみようっていう動きが出てくるんで、そういう意味ではこう沼熊エリアにこう若い人たちが集まれる場所ができたっていうのは私はすごい価値あると思いますね。いいですね、はい、あと多目的スペースみたいなのをちょっと渡辺さんにお願いしたいかなとか思って、ああなるほど、どんな風に使いたいとかありますか。飲んだり食べたりじゃなくて、あの学生たちがちょっとあのミーティングをしたりとか、はいはい、勉強ちょっとしたりとか、はいはい、絵本の講座をやったりとか、あそうですね、子育ての人たちがそうするとそこに住みたくなるじゃないですか、はい、確かに、はい、そこに行ってただ遊ぶだけじゃなくてもう住んじゃおうよって言ったら、うん、はい、もっとなんか活性化するんじゃないとか思って、そうですね、うん、特にねお昼のランチのピークの時間と多分バーの時間の間なんかは、あ、いいです、同じ場所でね、そうですね、空きがあるので、うん、まあ、そういうところスペースで貸せたりとかするようになるといい、ね、みんな集まりやすくていいですよね、はい、ぜひ提案してみましょう。はい、そうですね、はい、よろしく。そばで聞いてらっしゃるんだと思いますね、はい、実現どんどんしてくれる方だなというふうに思ったんで頼りになるなと楽しみです、はい、それでは今夜もお相手は小林美明とアシスタントは平野圭子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産、金曽22の提供でお送りしました。